はぁ、あ、皆さんと合流できたおかげで、やっと一息つけますね。仲間が被害を食い止めてくれている間に、異変の原因を見つけ出さないといけません。原因、探す必要、ないよ。あっ<は>。だって、灯籠をゾンビに変えたのは、間違いなく。 渡したもの。だから私、正常に戻る。また灯籠が川を登ってくる前に。でも、ラトニーさん、あんなにお祭りを楽しみにしてたのに。いいの。私は、一人でいるべき。その方が喰らうにも、迷惑がかからない。 一人で。あなたは、何がいいものですか。こんなに寂しそうな顔しているのに。クうその顔を見ればわかります。本当は一人になるのが嫌なんでしょそれは。 あなたの事情は、少しですが聞いています。ゾンビを呼んだ呪文も、あなたの意志ではないのでしょう。それに会議の発端。灯籠が逆流してきたことについては、あなたは無関係です。町に来たばかりなのですから。灯籠をゾンビにしたのが、ラトニーさんの呪文でも、 異変の現況は別にある。私はそう思います。そう、かな。でも、私、まだ、信じきれないの。なら、一緒に事件を解決して、真実を確かめましょう。私も頑張ります。クラウ。 ありがとう。けど、事件の解決なんて、できるのかなきっと大丈夫ですよ。まずは情報収集から始めましょう。灯籠流しに関わった人たちから話を聞けるといいのですが。ば、化け物化け物がまだあっちに <laughs> 助けてくれ みんな怯えてる。お話聞くの、難しそう。ええ。ですが、そんな時のために、とっておきの秘策があります。私に任せてください。うん、わかった。ああ、助かった。 本当に夜の間に避難所ができてるじゃん。ここならもうゾンビは来ないんだよな。正常の人たちが辺りを巡回してくれてるらしい。やっと安心できるな。ああ。しかもここにある料理は自由に食べていいんだって。通りでいい匂いがすると思った。ありがたい。早速もらいに行こう。 すごい。あんなに怯えてた人たち、みんな落ち着いてる。これが、秘策その通り。名付けて、安心できる場所と美味しいご飯があれば、みんな落ち着く作戦です。皆さんを危険から守れて、情報収集もしやすくなる。一石二鳥です。 さ、次は早速聞き込みを。え食べ物もう終わったのかそ、そんな。ま結構な数を用意したのに。どうやら思ったより避難してきた人が多いようですね。皆さんのために軽食は切らしたくありません。しかしそうすると、今度は聞き込み調査がままならない。 ん、ん、どうしましょう。あ、あの、それなら、私、聞き込み、してくる。あ、でも、おしゃべり得意ではないでしょ一人で大丈夫ですか大丈夫。私も、頑張ってみたい。クラウを見てたら、 そう思ったの。わかりました。ではよろしくお願いしますね、ラトニーさん。うん。最近変わったことうーん。いつも通り地元の奴らで集まって準備をしてたと思うけど。まあ。 いつもと大差はなかったな。今年はバコウの旦那がいなかったから、みんな少し静かだったけど。バコウの旦那毎年、灯籠の準備を中心になってやってくれてた地元の名士さ。だけど、少し前に亡くなっちまってね。それで自然としんみりした空気になってたんだよ。いつも一緒だったご婦人も見かけなかったしな。 そうなんだ寂しくて家から出られなかったのかないいやあたし見たよ会場にご婦人が来てるのをえほほんとうん準備中にふらっと来てさ灯籠をいじってたよあれはご婦人で間違いないって灯籠 じってあ、あの、その人がどっちに行ったとかわかりますかあたしが近づいてったら、川下の方へぴゃっと逃げてっちまったよ。あっちには洞窟ぐらいしかないのにね。あ,あ、ありがとう。クラウに、このこと伝えなきゃ。 ふむふむ、なるほど。灯籠に細工をしていたかもしれないご婦人が、川下の洞窟へ逃げていった、と。これは強力な手がかりです。やりましたね、ラトニーさん。うん。クラウンの秘策がうまくいったおかげ。いいえ、今回はラトニーさんのお手柄ですよ。あなたの協力がなければ、 成功していませんから。え、私が、や、役に立てたのもちろんです。ありがとうございます、だと兄さん。ありがとうは、くすぐったいね。私でも、いいことの役に立てるんだ。 当たり前でしょあなたは自分の意志でいいことをしようと頑張ってたんですから。生まれつき悪いものを抱えていたとしても当たり前もちろん。あなたが生まれ持った事情とあなた自身の行いは別です。あなたはちゃんといい子ですよ。ちゃんといい子。 さて、軽食の作り置きもできましたし、ここは今避難所にいる仲間に任せて、私たちは川下へ向かいましょう。一刻も早く事件を解決して、皆さんやラトニーさんを安心させてあげたいですからね。クラウン。うん、行こう。ここが、 おばさんの言ってた洞窟あゾンビがいっぱいどうやらここで正解のようですね。ラトニーさんは下がっていてください。さあ行きますよ私の魔法で活路を開きます